プラスチック製のバケツバケツとは液体や石炭やゴミなどの固形物の一時的な保管や運搬に使われる簡便な容器。上部が解放された円筒状のものが一般的で蓋のあるものとないものがある。用途に応じて様々な大きさ、形、材質などの製品がある。石炭バケツバケツは英語のバケツに由来しており、日本語の音に合わせて簡略化されたものである。 日本では近代になるまで木製の手桶や水汲み桶が使用されていたが、欧米から金属製のバケツが輸入されると次第に普及し、明治20年代にはバケツが国産化されるようになった。明治30年代頃まではバケットとの表記もよく見られた。当て字として馬穴と書かれることがある。バケツは簡便な容器で主に次のような用途がある。昔の小学校ではバツとして バケツに水を満たして持たせ、廊下に立たせることがあったという都市伝説がある。アメリカ同時多発テロ事件時のバケツリレーバケツリレーとは、人が列をなして並び、水などの入ったバケツを、隣の人に順番に受け渡すことで輸送する方法である。数とがバケツを持って、直接運ぶよりも効率が良いとされるので、火災の消火などの際に行われる。バケツリレーには、 下記のようなコツがあり、効率よく行うには、知識と訓練が必要である。バケツをかぶって遊ぶ少女、ありがとうございます。